はい、こんにちは。こんにちは。ハローそこら辺。ハローそこら辺。ハローそこら辺。あ、杉山さん本日いますんで。これ、はい、めっちゃ嬉しい。めっちゃって。めっちゃ嬉しい。英語系の人にはちょっと難しいかもしれない。難しいですね。はい、よろしければ、森哲チャンネルをご覧の方も、はい、もし分析モデルだそうですね、はい、データ分析です。統計とかも出てくるんですか？あ、じゃあ、杉山さんじゃあ、これ、ということで、はい、ごちゃごちゃ今日は、貝の公式。ああ、食べるやつ覚えてるでしょ？ああ、なんか、はい、何食べるの？いや、貝。貝の公式一応、じゃあ、たくみさんのギャグ借りるか。なになに？アサリ、シジミ、サザエ、貝の葬式。あの、パクリです。パクリです。パクリです。貝の葬式ね。はい、貝の公式。言えるのさっきさ、杉山さんの動画撮ってる時さ、うん、円の面積すら言えなかったじゃん。そうそうそう。いや、パイ使われたら分かんないわ。はい、貝の公式が言えんの。貝の公式です。なんか、にえー。そう、まあ、覚えたよ。この間、数件撮った時は。数件何？準2級取るんだっけ、今度。今度ね、受けたいんですけど、まあ、だって、準2級って高校2年ぐらいですか？ 1年ちょっと。これ、中学生だからね、一応ね。そうそうそう。で、まあ、で、ただね、ただ、全高校生に言いたい、全大人に言いたい。うん、丸暗記したって意味ないんだよ、うん、導けてこそなんだよ。おー、出たよ。導けてこそなんだよ、はい、俺も中学の時これを導く方法を多分中学の先生教えてくれなかったと思う、うん、だから確かに俺中学の時これ丸暗記してました。2A 分のみたいなやつね。2A 分のですね。こんなの別に呪文唱えても覚えるの。マイナス B プラスマイナス B 次乗マイナス 4AC みたいなやつじゃないか、ね。まあ、こんなことを、ね、覚えてる。丸暗記してもこの間やりましたからね。導けてこそなんで、はい、じゃあ導きましょうって話ですよ、うん。じゃあ一応基本から言うように二次方程式解けんの？二次方程式解けんの、うん、はい、9とか、ああ、プラスマイナス3、おお、ちゃんとプラスマイナス言うあたりがこう新プログレスなとか見られます、ね、進歩、はい、ね、でじゃあちょっと難しくして、まあもちろんね、あ、ルートをつくってこと、うん、そうね、プラスマイナスルート7というわけなんですね。で、じゃあ、ね、中学の時ってね、習う順番としてわざとらしく解けるように作られたのを最初に習うんですよ、ちゃんとこういうの。はいはいはい、解けるでしょ。これが x-2 が4になるってこと、そんな、なんで人の親切を無理するの？せっかく学校の教科書が親切に、だから大きい x にしてみたいなさ、なんかそんなんじゃなかった？そうですよ。大きい x にして、そしたら x が4でしょみたいな。なんでさっきまで、あ、プラスマイナス4ね、はい。プラスマイナス4みたいな、そうそうそう、こんなんじゃなかった？だから元に戻してって話なんでしょ？そうそうそう、なんかあった。こうなって、で、こうすればね、2足すから、まあもちろん6とマイナス2とか、ね。うん、そうそうそう。で、これ習うんですよ。うん。でこれ習った後に次に習うのが x2-x-2=0 とかね。はいはいはい、これ習うんですよ。はいはいはい、はい、これ解ける、あれでしょ、 x-2x+1 のやつでしょ。おお、はい、因数分解できるね、うん、因数分解して0だから x は2か-1っていうふうにね、うん、で中学3年で習う二次方程式の 95% ぐらいは因数分解できるようになくて、ああ、なるほどね。 でそればっかりやるから、うん、もうこれ忘れちゃう、うん、でこれ見たときにこういうこと始めちゃう人がいるね。マイナス 4x プラス4で移行してっつって x2-4x-12=0、もちろん解けるんだよこれ、うんうんうん、6と2でね。でこうやって因数分解し始めちゃう人いるのね。え、まあ、一応 x-6x+2、うん、x-6x+2 でね、うん、っていうふうにこれをわざわざバラして因数分解する人が出てきちゃうわけね、うんうん、だって習ったでしょ。うん、習いました。で、これだから今よかったけど、16だからよかったけど、これが5だったら、ああ、めんどくさい。いや別にこれ、このものだったら答えられるでしょ。これあのルート5になるってこと、プラスマイナスルート5で、うん、だからまず x-2=+-√5でしょ、こうやって、うん、で、あとは移行したらおしまいでしょ、うん、こうやって、うんうんうん、で、これ、だからこれね、忘れちゃう人はこうバラして因数分解、あ、できない、できないって。これだって、バラせば x2-4x+4で、こっち来てマイナス1でしょ、うん、これ因数分解できないよね、うんうん、整数の範囲では。で、その時に、じゃあっつって解の公式始めちゃう人いるわけよ。2A 分のだよね、そうじゃないでしょ。で、実は解の公式っていうのは、これをこうしてるだけの話なんですよ。おお、これをこうする、おー、なるほど、これをこうしようっていうのが解の公式、うんうんうん、っていうのに使うのが平方完成、平方完成、コンプリートスクエアっていうのかな、そんなやつ、はい、スクエア、はい、でこれでここまで
ね、定数無視して何かを2乗したらこれとこれが出てくるものって思い浮かべると、何かを2乗して、何かを2乗、まあもちろん X 係数1ですよ、うん、に 何かこれくっつけて2乗したら最後の定数は違ってもいいからこれとこれだけは出てくる、マイナス2でしょ、まあもともと分かってるから、ああまあさ確かにそうだ、でそうするとわざわざこの式に元の式にありもしなかったもの登場しちゃうよね、うん、4でしょ、でなかったものが4出てきちゃったんだから、それはそれは消す、消す、どうやって消す、向こう側に持ってっちゃう、持ってっちゃう、両方にマイナス、今、ね、これを単に展開すると x2乗マイナス 4x プラス4、ね、うん、で今この式にはこんなもんないでしょ、ないです、でも今この式にはこれがあるの、うん、どうする、マイナス4でしょ、溶かす、でもともとあったマイナス1は書いてあげる、うん、でイコール0と、でこのマイナス5をこっちに移行するとこの式ができなくなる、はい、そしたら解けるわけでしょ、うん、いうのが解の公式だっていう、こういう解の公式の作りを理解すればこんなのを導くのはどっともない、おで、じゃあこの ax 乗プラス bx プラス c っていう一般的な二乗定式の解の公式を導いてみましょう、なるほど、で二乗定式なんで2次の係数が0だったらそれ1次方程式だよね、うん、だから一応 a が0じゃないよと一応断ってこられてね、あまた何か言われるね、まず最初にだって初手平方完成したければ、さっき x 二乗っていうふうに x 乗の係数1だったでしょ、うん、1だとやりやすいんですよ、そうですね、やりやすいです、なんで初手何したくなるかというと1にしたくなるってこと、そう、こう1にしたくなるでしょ、うん、でイコールで結ばれてるんだから、うんうんうん、両辺に何しても a をA で割る、その A で割る、で X 二乗プラス何、あ、もうこれ A 分のってなっちゃう、そうなの、 A 分の C、ね、でこれでちょっとね後々のためにね A 正にさせておいて、あ、この後 A が別にマイナスでももちろん成り立つんだけど、うん、A が負でもプラスでもどうでもいいって方法もやるから、うん、一応後々のためにこうしておきたいのはなぜかというとね、例えばね4a 次乗のルートってこれもみんな間違えるんだよ中学生、うん、屋根取りましょう、屋根取る、はい、どうなまず2外に出すんじゃないの、うん、これ、うん、2外出るよ、2出て2が出るのは間違えない、はい、2出て a 2a、ね、まあ、気持ちはこれでいいんだよ、はい、気持ちはね、うん、気持ちはこれでいいんだけど a がもしもマイナス3とかだったら4かっこマイナス3の2乗のルートっていくつ、大変なやつですけど36、そうね、6なんだよ、うん、でもこれそのままここにマイナス3代入しちゃうとマイナス6、ね、なんでこれ正しくはこうなの、ああ絶対値、だから A が正だったらこんなことしなくていいって、うんうんうん、だから将来のためにちょっと今 A は正にさせておいて、うん、でそこでじゃあ話も取って平方完成スクエアの形にしたいわけですよ、うん、だから何かを2乗してここまで揃えたいって、はいはいはい、うん、分かりましたよ、そういう意味は X にこれ2乗してなんでしょ、うん、ってことは 2になるわけだから 2a 分の b、 おお、そうね、お、要するに半分だよね、これの半分、うん、半分持ってくれば2倍されてちょうど、うん、でそうするとさっきも同じ余計なものが出てきちゃってね、うん、余計なものが取ったり、そうですね、余計なものは溶かすから 4a 次乗と b 次乗ですね、その上が、ね、はい、でまあもともとあったものはちゃんと書く、うん、はいはい、多分これでもだから解の公式おしまいですよ、おもうできちゃうんじゃないのこれ、もしかして、でまあ通分、分母何、これとこれ通分、懐かしい響き、それ4ってこと、これとこれ通分するの、両方 4a 次乗になるってこと、そう、4a 次乗ね、うん、そうするとこっちはそのままで何もしないね、うん、で移行してるから、移行してるから上に 4ac 出てきちゃうんじゃないのこれで、マイナスでね、うん、はいはい、4ac 出てきちゃうね、出てきちゃうね、これもう、でこれで x プラス 2a 分の b は2乗してこれだから、はいはいはい、で今順に行くところに出てくるけど、うん、これがマイナスだともうそもそも困っちゃうわけね、うんうんうん、マイナスになっちゃう、だからこれが必ず正になってるのが中学生の条件、なるほど、でマイナスになったら答えはイマジナリーナンバーになっちゃう、うん、ああ虚数 ね、だからここがプラスになるようには作られてます、うんうんうん、でまあじゃあプラスですっていう条件のもとでルート取っちゃうでしょ、プラスマイナス、うんうん、こうやって、はいはいはい、でこれでさっき言ったようにここは A はプラスにしてあるから、まあ、安心して 2A にしちゃっていいですよと、うん、うん、あそうですね、はいはいはい、でまあ上はもう取れませんと、うん、であとはこれを移行すれば、まあ、分母も揃ってるし、うん、マイナス B プラスマイナス出来上がりと、うんうんうん、いやこれ、これが来てこうマイナス B ってことね、そうで出来上がりと、でここで今、実はだから A がマイナスでも結局ここにプラスマイナスくっついちゃうから、うん、
ここにプラスマイナスがくっついて、うん、でここにもとプラスマイナスくっつくから どっちにしろ A がマイナスでもいいんだけど、うん、A がマイナスでもね、もうなんか気にしなくていいっていうタイプの解き方、うん、これ結構便利なの。杉山さん多分知ってるかもしれないんだけど、これ初手 A だったでしょ、はい、初手違うのもあるんですよ。わかんない。初手知らない、便利な A が別にもうこれ気にしなくていいタイプ。聞いたことないです。知らない。初手 4A かける A 4A 事乗 X 事乗プラス 4ABX プラス 4AC。 おお。これで今度何の二乗にする2A2AX プラス、これ数字がでかいな。でかい。だって B B ここに2がくっついてるから、ここに2がくっついてるから B じゃないよこれ。そう B で、お B、うん、これででマイナス B 事乗B 乗でしょ、でプラス 4AC。 もうこれ初めて見た。そう、 2AX プラス B の2乗イコール B 事乗マイナス 4AC だから、でこっちはもう単にもうプラスマイナスで OK ですよね、うん、取って 2AX プラス B、 これだったら別に A マイナスでも何の気にしなくても大丈夫ですね、うん、最後 C 抜けて、 C が抜けてる、これだったら、A がマイナスを特に気にしなくていいっていうタイプがありますっていう、これ小川さんに教わりました、うん。小川さんさすが。ということで、一応できましたということで、ね、前より早いでしょ、計算は、はい、頭の中でパパパパッとできるようになってます。じゃあどうもありがとうございました、はい、サンキュー、毎日勉強してましたからね、本当に。